皆さん、こんにちは。本日はご参加いただきましてありがとうございます。本日はセキュリティの話です。私どもの仮想通貨交換所ビットボックスのセキュリティの話を LINE デベロッパーデーでお話しさせていただけることを大変に嬉しく思います。で、私どものセキュリティについて詳細をお話ししようと思った理由というのは、仮想通貨の交換所に対する皆様の信頼度が下がっていると感じるからです。この交換所が攻撃にあったり、エクシットスキャムのような詐欺事件が多発しております。で、本日はセキュリティの詳細についてお話しすることで、皆様の信頼を勝ち取れることを願っております。そしてこちらのプレゼンテーションは、台湾で最も有名なセキュリティカンファレンスであるヒットコンで来月発表されます。サンハンワンと申します。簡単に自己紹介をさせていただきます。で、現在 LINE のセキュリティ戦略チームで仕事をしております。セニアセキュリティエンジニアです。で、私の責任範囲というのは、セキュリティのアーキテクチャの設計であったり、トラスティッドコンピューティング関連のソフトウェアの開発です。最新鋭のセキュリティテクノロジー、例えばホワイトボックス、暗号方式、アルムトラストの HSM、インテル SGX などを使っております。そしてテクノロジーの中の脆弱性を評価し、見つけていくということも、もう私の仕事であります。またベスト・オブ・ザ・ベストというセキュリティの教育プログラムのメンターも務めておりまして、ここではホワイトハットのハッカーやセキュリティエクスパートの皆様に対してサイバーセキュリティのスキルを教えております。韓国を悪意のあるハッキング攻撃から守るという志のある方に、こういった教育を提供しております。例えまた、セキュインサイド、韓国のキムチコン、 LINE とインタートラストセキュリティサミット、パクセス、そして日本のコードブルー、そして台湾のヒットコンといったセキュリティカンファレンスでこれまで講演をしてきました。で、本題に入る前にビットボックスについてご説明いたします。ビットボックスは LINE の仮想通貨交換所で、ユーザーフレンドリーな UI と非常に便利なお客様向けのサービスを提供しております。また非常に堅牢なセキュリティを提供しております。で、こちらのサービスは日本と米国以外で提供しております。またブロックチェーンというのは、皆さんご存知のように世界的な注目を浴びております。その結果、サイバー攻撃者にとって非常に価値の高い標的となっております。特に仮想通貨交換所というのは、毎日多額のお金が交換される場所です。そしてその結果、こういった交換所が攻撃され、ユーザーの方が大きな損失を被りました。日本での最も最近の攻撃では、日本において6億ドルもの損害が出ております。で、こういった問題を解決するために、こういった問題を回避するために、ビットボックスは非常に優れたセキュリティエンジニアやハッカー、LINE の、エンジニアやハッカーによって設計されたもので、また、最新センターのセキュリティ対策が入っております。これによって今まで、認識されなかった、攻撃や脅威にも対応できるものになっております。で、ビットボックスは今、ユーザーさんの資産を守るためます。そしてテクノロジーの面から、そしてテクノロジーでない面からもです。で、本日はこういった仮想通貨交換所というものがどのように攻撃され、そこから身を守るためにどのようにセキュリティを担保するかという話をさせていただきます。こちらのプレゼンは2つの部分からなっております。最初は仮想通貨交換所にまつわる脅威、そして2部は私たちのセキュリティ戦略戦術です。そしてこのプレゼンを聞いていただいて、私どものセキュリティ設計のがに対して、皆様に安心いただけるよう願っております。それでは仮想通貨交換所を標的にした攻撃についてお話しいたします。こういった攻撃は従来型の攻撃と何ら変わりません。
攻撃者はゼロデイやワンデイといった脆弱性をついてきます。もしくは社員のクレデンシャル情報をフィッシング攻撃によって入手します。でその標的は刑事の方もしくは従業員です。そしてこういったマルウェアは USB ドライブや E メールによって運ばれます。そしてそういったクレデンシャル情報を用いて無許可でシステムにアクセスしウォレットキーを見つけてコピーします。そしてそれを使って仮想通貨を他人のウォレットから自分のウォレットに送金します。そして自分たちのために取引データの改ざんも行います。そしてもう一つのシナリオはすでに攻撃者が内部にいるというものです。例えば社内のデベロッターであったりセキュリティエンジニア、インフラエンジニア、そして経営陣の中にこういった攻撃者が存在するかもしれません。でこういった悪意のあるインサイダーは機密情報を他社に送り、そして他のハッカーと共謀しこのような攻撃を仕掛けてきます。で多くの仮想通貨交換所はすでにいくつかのセキュリティ対策を講じて自分たちのサービスの保護に努めております。でもこういったセキュリティのアーキテクチャには弱さがあると言えます。なぜかというとサイバーセキュリティというのは不公平なゲームであるからです。システムに侵入するためには攻撃者は一つの脆弱性を見つければ済みます。でもシステムを守るにはすべての脆弱性を見つける必要があります。つまりシステムが複雑であればあるほど攻撃がしやすく、そして守るのが難しくなってきます。皆さんご存知のようにパーフェクトなセキュリティというのは存在しませんが、でも完璧に近い状態にするためにできることはあります。私どもは2つの戦略を用いております。レイヤードセキュリティを強めるということ、そしてもう一つがディフェンスインデプス、これは仮想通貨交換所にフォーカスを当てたものです。でこのレイヤードセキュリティというのはすべての防御方法には不備があるということを前提にした上で複数のセキュリティ対策を組み合わせることでお互いの不備を補い合うと思うというものです。例えばファイアウォール、 IDS 侵入検知システム、マルウェアスキャナー、インテグリティチェックプロシージャー、データの暗号化、そういった複数の対策を同時に導入することでお互いの欠陥の穴を埋めることができます。でもどこかのレイヤーに弱さがあれば、他のレイヤーでそれを補うわけです。でも全ての防御層に弱さがあればこれらの穴がつながってしまい、そこから安全でない状況になってしまうかもしれません。でこの多層防御ディフェンスインデプスというのはより包括的なセキュリティ戦略です。でレイヤードセキュリティというのはディフェンスインデプスの一部に過ぎません。そしてこのディフェンスインデプスというのはより幅広いシナリオを考慮に入れております。でこういったテクノロジーではカバーできない脅威ですとか、まだ未知のセキュリティ脅威、例えば災害復旧ですとか悪意のあるインサイダーによる攻撃、ゼロデイ攻撃、コンプライアンスといったものです。でこの仮想通貨交換所のディフェンスインデプスを実装する際、このコアの防御の設計というのはレイヤードセキュリティと監視とアシュアランスを入れる必要があります。でビットボックスのレイヤードセキュリティというのは LINE の他のサービスのセキュリティとほぼ同じです。 LINE メッセージのようなものです。物理セキュリティ、ネットワークインフラセキュリティ、そしてアプリケーションサービスセキュリティ、データの暗号化、二要素認証などです。でも一番大きな違いというのはウォレットキーを保護するということです。もし攻撃者がアプリケーションや API サーバーを乗っ取ったとしても、こういった乗っ取るかもしれません。例えば最先端の
ハードウェア、セキュリティモジュール、ホワイトボックス、暗号化方式といったものを使って、こういったアプリケーション API サーバーを乗っ取ったとしてもウォレットキーが守られます。で、モニタリングはさまざまな監視を含みます。セキュリティのイベント監視だけでなく、内部監査、コンプライアンス、リスク管理、マネーロンダリング対策、そして異常検知などです。で、アシュアランスというのは、外部監査によりユーザーの安全を守ること、そして場合によっては保険によってユーザーの資産を守るということも行っております。で、各社はこの防御の層をセキュリティツールによって増やすことで安全が守れると思われがちですが、この問題というのはこういったツールがお互いにコミュニケーションができないということです。で、こういったインテグレーションがの不備というのは、このセキュリティチームがすべてのセキュリティを見渡せないということで、非常に問題になります。で、この問題を軽減するために私どもは毎日個々のレイヤーのステータスチェックを行っております。それに加えまして、複数のセキュリティディフェンスレイヤーを加えるだけというだけでは交換所のセキュリティを保証することはできません。このセキュリティをソフトウェアの開発サイクルに統合する、またプラットフォームオペレーションに組み込んでいくということがやはり同じぐらい重要なんです。これは複数のセキュリティレイヤーを統合するのと同じぐらい重要なことです。多くの企業ではしばしばセキュリティレビューを行うのはですね、まさにプロダクツのリリースの直前です。そうすると様々なセキュリティ上の問題が起こります。細かいところを見過ごすとか、何か問題が特定できたとしても、そうするとプロダクツのリリースが遅れるということもあります。最悪のシナリオとしては、脆弱性を製品で発見できないという場合もあります。ですからセキュリティというのは我々の開発プロセス、またオペレーションのすべてのパートに組み込まれているんです。セキュリティは私どものビットボックスのすべてのパートに組み込まれていきます。開発プロセスからプラットフォーム運営もすべてのところにセキュリティは関わってきています。ビットボックスの設計をした際、いくつかの基本的な原則に従いました。まず完璧なセキュリティというのは存在していません。ご存知ですよね。ただ我々は分かっています。何かしらの方法をしてこのセキュリティをできる限りパーフェクトに近づけることはできるわけです。ですのでほぼ完璧なセキュリティを築こうと努力しました。できることは全てしました。第2に、セキュリティのデザインの際の前提として、敵は内部にいるという前提で進めました。仮に敵がアプリケーションサーバーや API サーバーを乗っ取ったとしても、ユーザーのアセットを守るように努力しました。3つ目です。内部の人は誰も信頼していません。経営陣であってもそうです。特に重大なオペレーション、例えばキーセレモニーを行う際ですが、これは複数の信頼できる当事者間の監視下で行うようにしています。それから、キー生成プログラムやスクリプト、スプリットコードですね、こういったものは他の第三者によってチェックされるということにしています。それから最後に最小権限の原則です。これはビットボックスに関わるすべてのものに適用されています。すべてのロールが分離しています。こちらは私どものネットワークインフラセキュリティアーキテクチャです。基本的にすべてのクライアントはサーバーと CDN 経由で通信をしています。 CDN を使用することでサービスの提供速度を早めて、またトラフィックを世界グローバルに分散することができます。またこれをすることでオリジナルのサーバーロケーションを隠すという便利なこともあります。DDoS 攻撃の防衛策を取ることで自動的にネットワークレイヤーでの DDoS トラフィックを避けることができて、アプリケーションレイヤー DDoS トラフィックを吸収することができます。アプリケーションオリジンに届かないようにするわけです。こうすることで大抵の攻撃に関しては数秒以内に対処することができます。大量のかつ複雑な DDoS 攻撃の場合ですが、この時には対 DDoS ルーターへとリダイレクトします。このルーターでは非常に大量のトラフィックを扱ったりフィルターすることができます。他にもさまざまなセキュリティレイヤーがネットワークインフラにはあります。ファイアウォールや IDS がそうです。
それに加えて内部のネットワーク、それからビットボックスのネットワークというのは完璧に分離されています。 JIF の中、また他のハッキングされた事件においては、多くの攻撃者というのはまず最初にこうした内部のネットワークのアクセスを試みていました。ですので、仮に攻撃者がこの内部ネットワークへとアクセスできたとしても、それでもビットボックスネットワークへアクセスできないわけです。ビットボックスネットワーク内のサーバーというのはロジック的には別々になっています。そしてさまざまなモニターシステムが稼働しています。内部の IDS もそうです。マルウェアスキャナー、それからインシデントモニタリングツールなど、それからインテグリティチェックツールなどがそれぞれのサーバーに導入されています。セキュリティイベントに関してこういったモニタリングシステムを生成した場合ですけども、これはすべてシームに行われて、そしてリアルタイムで監視されます。他にも重要なことがあります。サービスアーキテクチャの第においてですが、きちんとやることで攻撃者の方がウォレットキーを盗めないようにする、また不正なオペレーションができないようにすることが大切です。それぞれのコンポーネント、例えばビジネスレイヤーや交換所のコア、ウォレットのコア、鍵の管理システム、こういったものはすべて別々に分けられていて、かつ ACL を使って結合されています。いずれのサーバーもアクセスできるのは特定の権限を持った従業員だけです。この権限はトークンベースのものであって、パスワードベースではない認証システムを採用しています。それからサーバー間のトラフィックも保護されていて暗号化されています。こうすることで攻撃者の方ではすでに送られたデータというのを改ざんすることができません。なので不正なオペレーションというのを防ぐことができます。中間者攻撃などを防ぐことができます。 KMS というのも、これもやはり重要なサービスでありまして、暗号化動作を行っています。これでインターネットは接続されていません。そして全てのアクセスというのはホワイトリストを使ってコントロールしています。なのでウォレットのコアだけがここにつながることができます。このシステム、つまり KMS システムへのアクセスというのもやはりリアルタイムでモニターしています。誰もここには届かないようになっています。ウォレットキーは生成して保管をしています。その場所は HSM 内です。そしてすべての取引というのは HSM 内で承認されます。こうすることで攻撃者の方というのはウォレットキーを獲得することはできません。仮に攻撃者の方がアプリケーションサーバーや API サーバーをコントロールしたとしても届かません。というのも、すべての暗号化のオペレーションというのはこの HSM 内で行われているからです。ユーザーの資産を守るためですが、我々はマルチ主義ウォレットを採用しています。ウォレット その認証の鍵の一つというのは第三者に予託しています。攻撃者側がユーザーの資産を盗もうとした場合、彼らはですね、この第三者が持っている鍵も盗まなければいけません。我々のビットボックスのキーに加えてです。こうすることで我々はユーザーの資産をより安全に守ることができます。詳細についてこのウォレットのセキュリティに関しては後ほどお話ししたいと思います。もう一つ別の重要なこととしては、仮想通貨の交換所というのはきちんとブラックマニーがこの交換所に流れてこないような設計が必要だということです。またマネロンに使われないようにしなければいけません。このために我々は2つのサービスを持っています。 KYC と KYT です。これはどちらもですね、リスクマネジメントシステムを担当しています。 KYC は Know Your Customer の略で、 KYT は Know Your Transaction の略です。 KYC を使用することによって、その顧客というのが合法的な人かどうかというのをチェックします。制裁リストを我々は持っています。発行したのは別の国だったりするんですけれども、それをチェックすることで顧客というのがその制裁リストに含まれているかどうかを確認します。もし含まれていなければ合法的な顧客だということが分かります。さらに取引所内に予託されている資金ですとか、そこから引き出される資金というのも全てチェックしています。こうすることでマネロン対策をしています。これが KYT です。
このリスクマネジメントシステムについてはまたお話しいたします。 KYT も含めてお話します。どのようにマネロン対策をしていてモニタリングをしているかということを追ってご説明いたします。ではウォレットのセキュリティについてもう少しご紹介したいと思います。我々は3つのウォレットを持っています。コールドウォレット、ウォームウォレット、そしてホットウォレットです。すべての流れてくる仮想通貨、例えば預け入れですね、こういったものは常にウォームウォレットに流れてきます。ウォームウォレットには制限がかかっていまして、取引をコールドウォレット、そしてホットウォレットにしか送れないようになっています。また次に外に出ていく仮想通貨の流れ、例えば引き出しですね、こういった時にはホットウォレットからしか引き出せません。大抵のこのコールドウォレット、大抵の資本というの、資金というのはこのコールドウォレットの中にあります。非常にセキュリティのレベルの高い部屋に保管されています。ここは完全に下界から独立した場所になります。インターネットアクセスもできません。物理的なセキュリティモニタリングもしています。アクセスできるのは特定の認証を受けたコントロールを持って、アクセスコントロールを持っている人だけしか入れません。ウォレットのオペレーションに必要な最低限のお金だけがホットウォレットに残っています。つまりアタッカー、攻撃者がホットウォレットのキーを盗んだとしても、その預けられている他のほとんどの資金というのは安全なわけです。ただとはいつも攻撃者がこのようにホットウォレットに入っているお金を盗むのことも我々としてはさせたくありません。複数段階での承認というポリシーというのが仮想通貨交換所に取られています。例えばコールドウォレットからウォームウォレットの送金、ウォームウォレットからホットウォレット、もしくはホットウォレットから外部のウォレット、こういったものすべて複数の承認が必要になっています。またポリシーとしてすべてのウォレットに対して相当額の仮想通貨というのは一定の短い期間だけで送ることはできないように、速度と上限額を設けています。それから単一キーでのウォレットというのは使っていません。我々のウォレットはコールドウォレットであろうが、ウォームであろうが、ホットウォレットであれが、どれもマルチシグウォレットになっています。通常の取引、ブロックチェーンネットワークでありますが、この時にはシングルシグというのが取られていると思います。取引においては一つの鍵しかキーしか必要としないタイプが求め取られています。ただ様々なセキュリティ教育を考えると非常に脆弱性の高いやり方といいます。というのも攻撃者が一つそのウォレットキーを盗んでしまうと取引を行われるようになってしまいます。仮想通貨を彼ら攻撃者のウォレットで送れるようになってしまいます。ところがマルチシグウォレットの場合では一つの鍵ではなくて二つ以上の鍵が取引の成立に必要になります。マルチシグウォレットを作った時ですけども、我々は定義をすることができます。いくつのシグが全体でいくつあるのか、そのうちまたいくつが取引を成立させるために必要なのかということを定義できます。我々のウォレットの場合ですが、3つあるマルチシグのうちの2つが必要になります。全体で3つキーがあって、そのうち2つが揃わないと取引を成立させることはできません。1つはバックアップキーで、これは災害復旧のために取ってあります。この鍵は複合化されていまして、ランダムに生成されたパスフレーズによって暗号化しています。そしてそれぞれの暗号化された鍵、それからパスワードフレーズというのはキーボルトに保管されています。このキーボルトというのは非常にセキュリティレベルの高い、さまざまな地域的に違うところに保管されています。他の2つのキー、これを使って取引を成立させます。通常のオペレーション際ですね、1つはビットボックスが持っています。もう1つは第三者に予託しています。この第三者が持っているキーというのもやはり HSM 内に保管しています。そしてこの HS も外に漏れることは絶対にありません。我々のキー、つまりビットボックスが持っているキーというのはいくつかのシャードに分かれています。スタンダードのアゴリズムを使っています。例えばシャミアの秘密分散法などを使ってシャード化しています。それぞれのアドミンであったりとか承認するためのシステムというのはそれぞれ独立した役割というのを担っています。それぞれのシャード化した鍵というのもやはりアドミンパスフレーズを使って暗号化しています。そして再暗号化しています。ここでホワイトボックス実装をしています。ここで重要なことですが、誰もですね、このホワイトボックスのキーというのを知らないということが大切です。要約いたしますと、このホワイトボックス暗号方式の実装におきましては、
暗号化したキーというのは数学的に変換されたものになっているんですね。計算済みのルックアップテーブルなものです。なので普通のフォームになることはありません。暗号化のアルゴリズムのエグゼキューションをしている際でさえもそうはなりません。こうしたセキュリティを実際に行うことによって、やはり非常に攻撃者に対しては難しくなるわけです。暗号化のキーを知るためには攻撃者にとって難しくすることができます。仮に複数の管理者が共謀をしたとしてもですね、もともとのビットボックスのキーを再生することはできません。このシステム外ではできないんです。というのもこのホワイトボックス暗号方式を実装しているからです。ではここからもう少し我々のリスクマネジメントシステムについてお話しいたします。これを使うことによってマネロンを検知し、そして市場操作を検知します。すべての仮想通貨の流れをモニターしています。取引所に入ってくるもの、出ていくもの、また仮想通貨内での内部の取引というのもほぼリアルタイムチェックしています。先ほどお話しいたしましたが、内部での仮想通貨のトランスファーというのはモニターされていて、しかもアドミンからの承認が必要になっています。ですのでこういった部分というのは十分に安全なんです。そうです、そう思います。ただ重要な問題、鍵が問題になってくるのはマネロンだったりとか市場操作です。マネロンを防ぐためにですが、我々は外部のウォレットアドレスの評判というのをチェックします。このアドレスというのは仮想通貨の預け入れや引き出しに使われているようなアドレスですね。我々はパブリックの台帳というのを見ることができますよね。ここに全ての取引履歴というのがブロックチェーン上で確認することができます。なのできちんと取引をトラックすることができます。要約いたしますと、ブラックマーケットが使っているのはウォレットがあるかどうか、もしくは悪意のある人が使っているもの、そういった情報というのはきちんとお金の流れというのを、そのウォレットどんな流れがあるかをチェックすることができます。そしてその外部のウォレットというのが引き出しだったりとか預託ですね、そのされている元のウォレットというのが何かしらブラックウォレットと関わりがあるかというのをチェックすることができます。これを KYT プロセスと言います。外部のウォレットとブラックウォレットに何かしら関係性があった場合、我々はそのトランザクション取引を拒否します。他の鍵にキーにまつわる問題というのはやはり市場操作です。この動画を少しご覧ください。こちらはトレードチャートです。シスコンが急上昇した時ですね。この時にはバイナンスに対して IPI 攻撃が当たりました。急上昇して最終的には 96BTC まで値上がりしました。攻撃者の方では非常に大量のシスコインを事前に買っていたんですね。そして攻撃を与えて1シスコインをですね、96ビットコインまで跳ね上げたわけです。その線でシスコインを高値で売ったということです。この攻撃では API キーというのが露呈してしまいました。このキーは自動取引だったりとかボットに使われているものです。攻撃者の方では API キーを集めて、マルウェアが使用されました。ひとたびこの十分な API キーを盗めたら、彼らは攻撃を始めたわけです。こんなことにバイナンスによりますと、もう直ちに対応したということでした。怪しいというアラートが鳴ってきたと。そのアラートはリスクマネジメントシステムがきちんと出してくれて、自動的にこうしたオペレーションを利用不可能にしたということです。バイナンスに対する API 攻撃を見てみますと、やはりリアルタイムでのモニタリング、それから迅速な対応、こうした怪しい取引に対してやることがどれだけ大事かということが分かります。ですから我々の方でもですね、交換所のモニタリングシステムを導入したわけです。このモニタリングというのがリスクマネジメントシステムの一部になっています。こうすることで市場操作を検知したりとか、すだちに対応できるようにするわけです。怪しい取引というのはもう全ての取引履歴から確認をしています。さまざまなルールやデータの分析方法を駆使しています。例えば何か大量の取引というのが非常に短い時間などで行われただったりとか、もしくは大量の取引がですね、短い時間になったりとか、もしくは複数の取引と何にかかわらずばらつきが小さいといった場合には、これは怪しいなというふうに判断します。まとめになります。
セキュリティと我々にとってセキュリティはビットボックスのすべてのパートに取り込まれています。開発プロセスからプラットフォームオペレーションすべてにセキュリティは関わっています。それからネットワークインフラセキュリティというのも十分な設計をされています。予測したり予防したり検知したり反応、これらをすべてすぐにですね、すべてのセキュリティ脅威に対してできるように設計しています。さらに攻撃者の方ではウォレット機にアクセスもできなくなっています。仮に彼らが API サーバーやアプリケーションサーバーを乗っ取ったとしてもできないわけです。というのもウォレットキーというのは HS の内部に保管されているからです。すべての取引というのはモニターをしています。リスクマネジメントシステムがそれを担っています。何か起これば我々は直ちに対応します。それから複数の対策というのを行っています。それでユーザーの資産を守るようにしています。何かインシデントが起こっても守るようにしているわけです。例えばウォレットプロテクションメジャーズやリスクマネジメントシステム、災害復旧の対策やウォレットの凍結、そして資産は物によっては保険をかけているものもあります。非常に喜ばしくご報告させていただくんですけども、ビットボックスのセキュリティというのはこれを作ったのはですね、まさに最高レベルのセキュリティエンジニアとハッカーが作りました。それからビットボックスはここまで4ヶ月ほど運営してまいりますが、ビットボックスのセキュリティというのは実は20年以上の経験に基づき作られたものなんです。なぜならば我々は20年以上にわたりセキュリティの経験を培ってまいりました。ネイバーや LINE サービスの運営において培ってきたわけです。ですのでぜひご安心の上ビットボックスをご利用ください。最後になりますが、いくつか今後の計画についてもご紹介いたします。一つ、今我々が準備しているのはホワイトペーパーです。ビットボックスセキュリティに関するものです。来年出す予定です。さまざまな理由があります。なぜこれを書くのかというところですが、一つやはりあるのは外部の専門家や研究者から評価をきちんといただきたいということです。というのもこういった評価をいただくことによって、やはりユーザーからの信頼を獲得できると信じているからです。またやはりこうしたセキュリティの詳細すべてをですね、1時間だけで説明するのはとても難しいわけです。他のものもあります。マネロンを行っているグループのプロファイリングを行っています。こうすることでブロックチェーンエコシステムをよりよくできると考えています。また我々としてはこういった情報をですね、他の交換所とも共有していきたいと考えています。そうですね、私の本日の発表は以上させていただきます。今回のプレゼンを通じまして、皆様が我々の仮想通貨交換所ビットボックスに対する理解を深めていただければと思います。ありがとうございました。